まだある、うん、飲んでく焼酎も日本酒もあるよ、飲んでくか。じゃあみんなでいただきましょう。楽しい。はい、今日は走る居酒屋昭和さんにやってきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。オーナーの鈴木さん、でございます。よろしくお願いします。走る居酒屋というのは、はい、あんまりちょっと正直ピンとこないんですが、はい、どういうものですか？走る居酒屋さんっていうのは、まあ、イベントとか、あるいはの今は3密になってるんで、うん、まあ、ご家庭の宅飲みのサポートとか、ほうほうほう、あるいはの会社なんかのちょっとした職場での宴会とか友達同士の宴会とかに行ければいいかなという発想ですね。この、まあ、キッチンカーというか、はい、出張居酒屋ですね。そうです、はい、昭和さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく素敵なんです、もう作りが。でここだけ見ると本当にお店みたいですもんね。そうですね。これってどれくらいの期間かけて作ったんですか？約10ヶ月ですね、はい。でもこれだけ綺麗にできてるってことは、これがもちろん初めてではないですよね。まあ、ないですね。あの小さいのから3代目ぐらいですね。はい、じゃあもうキッチンカー作るプロ。いや、プロの方がないですけどね。これね、そう、趣がある店内なんですけれども、はい、店内とかその外観なんですが、はい、どういうものを提供しますか？料理ですか、はい、料理はまあ焼き鳥をメインにやろうかと思っています。焼き鳥、はい、そうです。多分ね、今ここでは伝わらないんですが、後ろの方から炭のいい香りがしてきてるので、はい、後でちょっとなんか美味しいものが見れればいいなと思ってるんですけども、はいはい、こちらの昭和屋さんが出張に行く範囲とかって決まってますか？はい、茨城県内ですね。茨城県内、はい、じゃあここ笠間なんですが、はい、県南に、まあ、私たち牛久に来ていたこととかもは可能ですね、はい、あり得る、はい、皆さん呼びましょう、呼びましょう、来ていただきましょう。昭和屋さんというお名前なんですけど、はい、名前の由来というのは、まあ、商売が和む家ですね、はい、まあ、単純ないいですお店の名前です。飽きないで商売が和むお家で、みんなの心もほんわり、そうですね、美味しいものをいただけると思うんですが、はい、あと中にもですね、はい、お酒がいろいろ並んでるので、はい、もちろん走る居酒屋さんということなので、はい、串だけじゃなくて、そうですね、はい、こっちもいただけるんですよね、はい、楽しみでございます。オープンの予定とかが決まってる、はい、ということですが、一応4月の9日4月9日、はい、予定しております。はい、はい、じゃあ今日がこの放送が4月24日なので、オープンしてるということですが、そうですね、はい、まあ、どこかでもしかすると放送前にお目にかかってる可能性もあると思います。ありますね、はい、こういうのも、これのれんはのれん屋さんに作ってもらえば、あとは大丈夫、全部手作業ですね。すごい、自分で焼いて、そうです、へー、
都の外壁は京都の古民家の真似をして鎧張りつって重ねてすごい。これ後ろはカンヌキなんですよ。カンヌキ？カンヌキともだね。はい、ごめんなさい。時代劇に出てくるような。はいなんかあの時代劇の後ろの門とか、そうです、映画のセットにも使えそうなんで、すごい、そうなんです。構成は抜けないんだ。そうです、すごい、かっこいいですね。都合が合えば呼んでもいいってことですよね。そうです。で例えば私のお店で休みの時にちょっと従業員のヤンパーティーやりたいから、ちょっとジョラさん来てよっていうの OK ですね。むしゃむしゃ食べれるわけです。例えば、はい、キャンプ場とかに呼ぶとかも可能ですよ。あ、大丈夫ですね。キャンプ場が OK 出せば、はい、OK 出してくれば。例えば普通なんかお家を建てたから、じゃあ庭でその庭作る前にみんなでちょっとお祝いしましょうとかも大丈夫ですよね。あ、いいですよね。いいな、なんかいろいろこういう風に使えるなというアイデアがちょっとワクワク出てきました。あとは今ね、バーベキューもやるときはいないと片付けが嫌で、嫌だっていうかもう飲んじゃうからね。そうだからこういう車だったら都合のいい話なのかなっていう、うん、そのね、串だと自分たちも食べやすいし、そうです、はい、出張焼き鳥屋さん、みんなも呼んでみましょう。多分ね、見てる人もいろんな、あ、こういう使い方できるなとか、こういう場所でできるなとかアイデアもいろいろ出てくると思うんです。はい、ぜひね、コメントとかにもしていただく。では先ほど焼いていただいたももと皮とこのネギ、シシトウ、はい、早速いただきます。はい、どうぞ。もうね、この雰囲気がいいですよね。そうですね、カウンター越しの、はい、やっぱね、炭の香りがね、良い。そうだよね、焼いてる時もね、今日も煙で炭の香りがめちゃくちゃいいけれどもね、やっぱこっちですよ、ね、なんかもう1年ぐらい焼くのもね、練習されてたということで。そうですね、はい、成果が出てる。夕方ぐらいにね、赤ちょうちんが光ってるところをクイクイってやりたい。皮もいいね、炭火で焼かれたところがパリパリってなるのが硬くなるのも、ね、まあ進もう。さあ、当たりが出るかどうか。シシトウ、あ、怖い。大丈夫でした。たまにありますもんね、シシトウ当たりが。ぜひ県内に来ていただけることを本当に心から期待しております。わ、はい、かりました。機会があれば私もぜひお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ぜひね、これを見ていただいて、この視聴者さんに、蝶屋さんにね、飲みたいな、食べたいなってあると思うんですが、はい、まあ、もしこの動画を見て、はい、来たよと言えば、何か素敵なことがあればいいなと。そうですね、あの焼き鳥を少しプレゼントします、プラスで。プラスで、はい、注文した後、もうちょっとおまけがいただける。おまけですね、はい、ありがとうございます、はい、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、翔也さんがもう始まったばっかりだと思うんですけども、はい、今後こういう風にしていきたいとか、こういうことやっていきたいとかいう野望とか願望とかってありますか。まあですね、やっぱり焼き鳥の下にできればこうラーメンとか、おやっていければなと。それもやっぱり移動で。そうですね、はい、はい、これだけキッチンカー素敵に作ることができる鈴木さんでございますので、期待しても大丈夫ですかね。そうですね、はい、今後ともね、いろいろ蝶屋さんはじめ鈴木さんの腕がたくさん見れると思います。こちらも期待しております、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、蝶屋さんで待ってるよ。